はい、こんにちは、ずんぞうです。先ほどですね、ツイッターを見てましたら、この6号ちゃん、この6号をドラゴンフォレストっていうこのダンジョンに入れて潜入して、マイネのところまで行くとセリフが変わりますっていうツイートを見かけたんですよね。ちょっと勝手になんか引用してごめんなさいって感じなんですけど、まあ、結構出回ってんのかな、そういう情報で。ちょっと今日はですね、このマイネちゃんのセリフちょっと見ていこうかと思って、でまずこの普通のやつ行こう。普通のなんかこういう集会パーティーでどういうセリフを吐くのかちょっとやってみようか。でこれを打ちまして、いやここまでカットでいいんかなあ、でもすぐ来るからね、すぐもう階層がすぐ来るんでやっていこうか。で2階ですね、グワ変えるか、でグワ変えるか、でこれ打って、まあちょっと適当にやり過ごそう、適当に倒しまして、で通常のセリフはこれですね、これはわお客様です。ちょっと慌てるんですよね。でちょっとこれちょっと一回クリアするから、あのカット、あそうです、このセリフね。でカット、あれこの子も変わってる、もしかしてベルトも変わってんのか。元のセリフが分からんから、変わってたらちょっとコメント欄で書いてください。なんか暴れるなら拘束するみたいな束縛系男子出てきた。あら、この子も変わってますかね。ニースのセリフもなんか彼女に会いに来たのみたいな、すごい言ってきたけど変わってます。ちょっとコメント欄で教えてほしい。絶対変わってるわ、全部変わってるわ、この子たち、流刑士、流監視、流刑士系のキャラ絶対変わってますね。なんか多分俺結構違和感があるすごいこのセリフとかに違和感がある、結構変わってますね。お、この子も前にね変わってますね。あすごい、今アル様って言ってるわ、あれだ、アルトラだっけだっけってやばくない、にわか知識すぎないか。あ全部変わってるわ。じゃあこっから多分イデアルなんでカットします。これは変わってないダンタリオンさんは変わってないですか。なんか喜劇ですか悲劇ですかみたいな、どっちなんだいみたいな感じのこと言ってきたけど、これは変わってない。さあボス来ましたよ。お、おおお客様って言われました。これさ、ちょっとさ、あのイデアルとはちょっとイチャイチャしようぜ、ちょっとチャラ男みたいになっちゃったけど、これでちょっとわざと向こうに引っかかる。でセリフがどんなセリフを入ってくるのか、喋るのか、コンセプトブレイク、あれロボットかな AI かな、あれちょっともうちょっとさ、なんか違う、もっとなんか、なんつだ、可愛がってあげるとか言わないの。ちょっとわざと引っかかって、ミステイクコンバージョン、あれおかしいな、あれなんかロボットなんつったかな、急にロボットの行動、待って、なんか他に喋んないかな、なんか喋ってくんね。ホビドゥンフォース、あれカタカナ、外国人かな、何も喋らんかったあらお客様ねって言ってくださって何も喋らなかった。あでも全部セリフ変わってましたね、多分ねあの全部その流刑士流監視系のキャラは全部変わってたかな。いや面白いね、
なんかなかなか凝ってていいね。パズドラもこういう感じの凝り具合ってすごい肩こりみたいだけど、すごいね、凝ってていいと思いました。やっぱりこういうとこでね、やっぱ楽しめる感じにさせてくれるの、すごいやっぱりガンホーやなって思いました。よし、もしよければチャンネル登録、高評価よろしくじゃねえ。